はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。 US 版の妖怪ウォッチのアプリ妖怪ランドなんですけど、このウィキに US 版の妖怪メダルを登録することができます。カメラで QR コードスキャン、はい来た、キュービさん登録できました。めっちゃかっこいいよねこれ、花火とか上がってるし。登録した妖怪はですね、アーケードゲームで使うことができます。はい、で今回はアーケードゲームのロボチョコやってみたいと思います。ロボニャンがチョコボを作っていくっていうゲームなんですけど、これ種族によってシールですね、ポカポカ族が種族によってアイテムが違うんですよね。薄ら影族がスローモーション、ウィスパーさんは、ウィスパーさんシールドか、あとプリチー族はマグネットで、今回キュービさん使ってみようか。不思議族はスローモーションですね。キュービ S ランクやからかな、なんかすごいこれ ×6 ってなってる。でこちらのゲーム、これですね、ロボニャンがチョコボを作るためにカカオ豆必要だ言うて回収していくやつですね。早速始めましょう。そうスマホを傾けながらやっていくやつなんですよね。どっち向きはいいかな、こういう向きの方がいいかな。ジバニャのためにチョコボ頑張って救っぞ。これスローモーション最初から使ったらいいんか。すっげえスローモーション、早速使えた。あ、ロボニアみたいなやつ回収したから勝手に爆発しまくり、何もしてないのに。でもうしばらくしたらまだスローモーション使えるようになるのかな。スローモーション、すごいスローモーション。この猫の手にぶつかるとやばいんですけど、やば、スローモーション。このドリル欲しい。あ、いいねいいね、はい。リトライ、3、2、1、ゴー。あ、ドリル早速いただきます。猫の手は避けながらカカオ豆ゲッツ。ピンチの時にスローモーションの方がいいのかな。あ、ロボニャンの顔勝手に爆発してってる。カカオ豆いっぱい、おおすごい。あ、ドリル来た。ドリル勝手にこれいろいろ破壊しててくれるからな。これスピードアップ、よっよっ。あ、いいねこれ、この組み合わせ最高。スローモーション押してみようか。よっ、あ、もうロボニャン。超スローモーション。超スローモーションで、これチョコかな?チョコ吸収。もうちょっとで完成?来た。チョコボを作りまくりー。成功したら王様になるんですね。久しぶりにやったわ、これ。スコアが1050ですね。